はい、というわけで今回は焼きおにぎりどすこいってやつですね、丸大豆醤油でまろやかな味わいということで日水でございますね。では、食べてみたいと思います。この丸っこいね形ちょっと、崩れてしまいましたけども、この丸っこい形がよいしょ特徴ですね。ではいただきます。うん、ふっくらとしていて米のつぶつぶ感と、あ、このわざとこの焦がした跡がいいですね。わざと焦がした跡とこの さっぱり感で、なぜか丸大豆醤油でない、まあ、丸大豆醤油でまろやかな、まあ、味わいということでね。うん、まあ丸大豆の確かにあのお醤油の香ばしい味で、でこの最初食べた瞬間のちょっと焦がしましたみたいな、やらかしましたみたいなね、そんな感じがまたいいんですよね。でこうこのガウルのね、いい香ばしい醤油の味と、このまろやかな、うん、おにぎりの味が相まってて非常にいい風味と味わいがあるなと思いますね。で、うん、この深で柔らかいおにぎりとこれの、うん、なんとも言えない味わい深さ、これがまた いい味を出して、ふっくらと柔らかく香ばしく、もう全体的にふっくら感で、米の粒がこうちゃんと固まっていて、粒々感がしっかりとねじみ出ているという、そういうところが美味しいなと感じたものですね。どうもありがとうございました。